2023年12月15日、現在の日本の岸田内閣の木原防衛大臣は、2026年度からの実戦配備が予定されていた12式地対艦誘導弾頭の能力向上型を1年間前倒しし、2025年度からの配備とする旨を記者会見で表明したよ。オリジナルの12式地対艦誘導弾らは、その名称が示す通り2012年より陸上自衛隊の部隊において調達が行われている兵器で、その最大有効射程距離はおよそ 200km 弱と、決して長距離打撃兵器とは呼べないぜ。そうだね。今回はそんな国産の12式地対艦誘導弾頭の能力向上型の配備に動き出している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、この12式地対艦誘導弾らは、装輪式の車両の後部にミサイルの本体の発射筒を搭載する形式の兵器であり、その仕様は地発型と呼称される陸上装備で、陸上から敵の艦艇の接近を阻止する目的で配備が進められているよ。現状の12式地対艦誘導弾らは、訓練用に陸上自衛隊の富士共同弾の特化共同隊に配備されているほか、奄美大島の瀬戸内分屯地、熊本の県軍駐屯地、そして沖縄の宮古中駐屯地、石垣駐屯地に配備されているね。このようにオリジナルの12式地対艦誘導弾らは中国の軍事的圧力の増大に呼応して、九州の各地に実戦配備が行われている状況なんだけど、これはひとえに前述した射程距離の短さゆえに分散配置を強いられているゆえだと思われるんだ。これに対し改良型である12式地対艦誘導弾頭の能力向上型は、最大射程をまず 900km ほど、そして最終的にはおよそ 1500km ほどと大幅な延伸を行うことが予定されており、事実上は新型のミサイルと言っても過言ではないな。さらに12式地対艦誘導弾頭の能力向上型では、地上発射型の地発型にプラスして、航空機から運用する空発型、艦艇に搭載して運用する艦発型への発射母体の多層化が盛り込まれている点もポイントとなるぜ。これによって12式地対艦誘導弾頭の能力向上型は、陸海空のみ自衛隊において各々が運用する用の長距離打撃力を有する対艦兵装となる見込みであり、将来の国産長距離ミサイルの代表格に位置づけられることとなるだろうな。今回12式地対艦誘導弾頭の能力向上型が当初の予定よりも1年間早い前倒し配備が打ち出されると、例によって日本国内の大手マスメディアの報道の一部で、さも日本が軍事大国化しようとしているかのような報道が踊ったよね。これは12式地対艦誘導弾頭の能力向上型が現行のオリジナルに比して飛躍的にその有効射程を延伸することから、自衛隊の装備として許された自衛の範囲の兵器としての範疇を大きく逸脱し、敵基地攻撃能力として機能しかねないというお決まりの批判なんだ。昨今の各国のミサイル兵器の長射程化は、ここ近年でもこれまでの歴史上で類を見ないほどの速度で進行しており、従来の物差しで測ることがいかに無意味であるのかを全く考慮していない典型例と言える批判だろうな。今も進行中のロシアによりウクライナ侵攻を俯瞰してみても、ウクライナ側の苦戦の大きな要因の一つとして長距離打撃兵器の不足が挙げられることは自明の理であり、特定の人々にはその残酷な現実を直視する能力が欠けていると思わざるを得ないぜ。12式地対艦誘導弾頭の能力向上型の配備の1年間の前倒しに先んじて、日本政府はすでにアメリカから調達するトマホーク巡航ミサイルについても同様の措置を取ることを表明しており、その危機意識は伝わってくるよね。日本のトマホーク巡航ミサイルの調達に関しては、残念ながら全てが当初予定していた最新型のブロック5ではなく、半数の200発は前バージョンのブロック4となる模様だが、幸いにも射程距離に関しては大差のない 1600km ほどとみなされているよ。トマホーク巡航ミサイルはアメリカの原冷セオン社が生産している兵器だが、西側諸国製のこの手の兵器としては最も実戦で使用され、その有効性を示すとともに1980年代の開発時から幾度となく新型にバージョンアップされているな。
従ってその兵器としての信頼性は西側諸国製の巡航ミサイルの中でも群を抜いて高く、実戦での使用も1991年の湾岸戦争、1999年のユーゴスラビア紛争、2003年のイラク戦争などで行われ、高い有効性を示し続けてきたぜ。こうした状況を受けて2004年頃には、日本の海上自衛隊においても当時の中期防衛力整備計画2022年に防衛力整備計画に改称で取得を目指す動きがあったと、今日では伝えられている状況ってわけ。それから9年が経過した2013年頃、日本側は当時の中期防衛力整備計画の策定に照らして、仮想敵国の長距離打撃兵器大陸間弾道弾等への対処を施行する中で、トマホーク巡航ミサイルをその有効な戦力と再認識したと言えるんだ。そこで日本側は当時のアメリカ政府にトマホーク巡航ミサイルの取得を政治的に打診したと言われているけど、この時期のアメリカ政府は民主党のオバマ政権であったからか、日本の情報セキュリティ体制の不備を懸念して却下したとも伝えられているみたい。これは今から見ればわずか10年ほど前のことだが、そうした当時の日本の情報セキュリティ体制の不備以外にも、当時のアメリカ政府は政治的に中国や韓国といった日本の近隣諸国からの反発が大きいことも考慮したと言われているぜ。こうした逸話が 100% 事実であるか否かの検証は望むべくもないが、少なくとも2013年前後のアジアにおける軍事的な状況は、アメリカをして同盟国たる日本にトマホーク巡航ミサイルの供与を躊躇させる時代だったと言ってよいだろうな。そこから10年で中国軍の軍事力の強化は著しく進み、ことに長距離打撃兵器としてのミサイル技術の進展と実戦配備は予期されたペースを大きく上回る速度で進み、アメリカ側の考えも大きく変化したと考えられるってわけだ。現在、日本が人に意識地対艦誘導弾頭の能力向上型やアメリカからのトマホーク巡航ミサイルの取得を促進する政治的な立て付けは、いわゆる安保関連の3文書と言われるものを時の政権内閣が承認することで実行に移す仕組みとなっているよ。いわゆる安保関連の3文書は、上位のもから国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の順番で成り立っており、人に意識地対艦誘導弾頭の能力向上型やトマホーク巡航ミサイルについては最上位の国家安全保障戦略の取り組み事項に属するんだ。国家安全保障戦略ではこれら人に意識地対艦誘導弾頭の能力向上型やトマホーク巡航ミサイル等の長距離打撃兵器を反撃能力としてのスタンドオフミサイルに位置づけており、今の時代に即した抑止力の保持に必要だと謳っているね。この反撃能力という表現は、かつては敵基地攻撃能力と政治上では表現されてきた経緯があるため、大手のマスメディアで多数語られているように戦力の不保持を憲法に明記してきた日本の国情とあり方に反するという批判が絶えないぜ。そうした批判をかわす意味もあり、現在の日本の政権は敵基地攻撃能力を反撃能力と言い換えることで、その推進を政治的に進めている感は拭えないが、今の時代、防御用の兵器のみで国防に必要な要件を達成させることは困難だからな。そのため万が一に日本が今後他国からの武力行使にさらされないように、それを抑止するために長距離打撃兵器を保有しておくことが求められているわけなのだが、この理屈を国民の大多数に浸透させる試みはまだ不十分に思えるぜ。くしくも不幸にして発生してしまったロシア・ウクライナ戦争における教訓を挙げるとするならば、借り物の兵器で自衛戦争を戦うことはやはり困難であり、できる限り国産兵器の供給力を高めておくことは必然だという点だろうね。幸いなことにウクライナと異なり、日本は島国に海洋国家であるため、敵国の軍が大規模な兵力を持って上陸してくる事態は地理的に困難だろうけど、敵艦艇の接近拒否を図る兵器は数を揃えておくことは必須と言えると思うな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。
民間の非営利団体であるアメリカ海軍研究所 USNI は2023年11月13日、日本最大級の軍艦が2024年に F-35B ライトニング2戦闘機を運用するために必要な、一連の試験を受けなければならないので、アメリカ東海岸に来航すると発表したよ。USNI が語る日本最大級の軍艦というのは、海上自衛隊が世界に誇る出雲型護衛艦のことであり、2023年11月現在、2番艦加賀が飛行甲板の形状をグレードアップし、所要の改修が施された状態で、試験航海などを実施中だな。さて今回は日本空母が大西洋でテストを試験を行う件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。すでに海上自衛艦と航空自衛艦から構成された日本側の視察団は、2023年10月末にアメリカ東海岸、大西洋沖を巡航するイギリスの航空母艦プリンス・オブ・ウェールズに乗船して、F-35B 戦闘機の運用試験を視察しているところだね。USNI ではプリンス・オブ・ウェールズが試験を実施している同海域で、空母化改修が施された出雲型護衛艦についても F-35B の運用に関する各種試験を実施しようとしているよ。日本政府並びに防衛省は2013年以降、海上自衛隊が保有する出雲型護衛艦2隻について空母化を着々と進めていたのと同時に、垂直離着陸が可能な F-35B 戦闘機の導入も計画していたんだ。F-35B 戦闘機については現時点で42機ほどの導入を予定しており、それらを運用するための飛行隊を航空自衛隊に新編し、宮崎県新富町にあるニュータバル基地に配置することも公表しているよ。九州に配置するということは、南西諸島の空域におけるスクランブル発進に最速で対応するとともに、台湾有事も視野に入れているんだろうな。イギリス海軍の空母プリンス・オブ・ウェールズは前述したアメリカ東海岸での各種テストの中で無人航空機による試験や、アメリカ海兵隊との合同訓練も実施しているため、もしかしたら同様のテストを海上自衛隊の出雲型護衛艦でも実施する可能性もあるぜ。プリンス・オブ・ウェールズは、姉妹艦のクイーン・エリザベスと並び、イギリス海軍史上最大の軍艦になる予定で、36機の F-35B 戦闘機と12機のヘリコプターを搭載する能力を備える空母だね。船体はポーツマス、ロサイス、バロー・インファーネス、クライドといった4つの地域で、BAE システムズと VT グループによって建造され、最終組み立てを行うスコットランドにあるロサイス造船所の1号艦ドックでは、クイーン・エリザベスとプリンス・オブ・ウェールズのために改修工事が行われたよ。2022年8月27日、プリンス・オブ・ウェールズはアメリカ東海岸での演習航海ウエストラント22に向かうためにイギリスのポーツマスを出航したが、出航直後に右舷推進部の結合部や舵に損傷が見つかったんだ。この事故によって演習航海は中止され、代わってクイーン・エリザベスが9月8日に出航し、そして、ウエストラント22で予定された、プリンス・オブ・ウェールズの F-35B の運用能力認定も延期されてしまったぜ。この損傷を英国放送協会 BBC はアメリカ演習に出発した直後に故障し、足を引きずりながら基地に戻ってきたと揶揄したが全く笑えないよな。プリンス・オブ・ウェールズはロサイス造船所に入居して修理を行ったが、クイーン・エリザベスの部品取りにされているとの悪質な情報もあり、ベン・ウォーレス国防大臣が一時的な応急処置と釈明する事態となったってわけだ。約9ヶ月の修理と能力強化のための改修を経て、プリンス・オブ・ウェールズは2023年7月21日に出居し、7月28日には SNS に CH-47 が飛行甲板に着艦する画像まで投稿していて、7月31日には映画トップガンマーベリックに登場するセリフをパロディ化した文章を投稿して、飛行甲板の運用を再開したことをアピールしたみたい。このようにプリンス・オブ・ウェールズには、世間の荒波に揉まれている空母でもあるね。一方で軽空母への改修が完了した海上自衛隊の護衛艦加賀が、2023年11月17日に呉基地へ帰還しており、長期間の改修を経て、本来の基地に戻ったことになるわけだが、旧日本海軍の空母加賀の進水日も11月17日であったことから、9
しくも同日となったのも運命的なものを感じるよな。派遣艦が空母化改装を進めたばかりの加賀になるのではないかと噂されているが、これは米海兵隊や英海軍の F-35B を使用して、海上自衛隊加賀の空母としての機能をチェックすることが目的だと思われるぜ。出雲級の空母化は発着艦機能の整備に加えて、艦隊内の本格的な改装は構想段階であり、既存の F-35 キャリアを参考にして課題の棚卸しをした後、26,000トンのサイズに適した空母化改装が行われるとされていることから、本級が空母としての機能を完全に備えるまでに時間がかかっても仕方ないからね。日本への F-35B の配備も来年度以降ではあるけど、日の丸をつけた戦闘機の発着艦シーンを見るのが待ち遠しいくらいだね。基本的に艦艇排水量のうち満載排水量は船そのものの重さだけではなく、燃料や乗員の体重、水や食料、積載貨物などを含めた総合重量となるわけだが、強襲揚陸艦の場合は運航関係の乗員だけではなく、上陸作戦要員とその装備も含まれているよ。上陸作戦要員がいる分だけ空母より大きな居住区が必要となるし、装備には戦車やトラックも含まれているため、車両孤島のスペースも確保しなければならないし、もちろん上陸作戦関係の重量が増えたからといって航空機の運用能力が大きくなるわけではないということは重々に承知しておく必要があるんだ。また、護衛艦加賀の空母化改装が終わったといっても、艦載機である F-35B の取得も空自パイロット整備員の養成もこれからスタートするといっても過言ではないし、それらの過程が終わったとしても搭載可能な F-35B はわずか10機に過ぎず、中国海軍や米海軍の正規空母とは戦力において比較にならないぜ。最有力となる使用方法は英国海軍空母のように米海兵隊の F-35B も一緒に派遣してもらい、洋上補給基地として運用することだと思わるな。プリンス・オブ・ウェールズは2023年7月21日に9ヶ月にも及ぶ改修と大幅な能力強化を受け、スコットランドのロサイスにあるドックから出てフォース側に入り、母港のポーツマスへの帰路に着いたね。帰路の途中で7月29日の空母プリンス・オブ・ウェールズの公式 X において飛行甲板が使用再開されましたという、ヘリコプターの CH-47 チヌークが着艦する写真とともに投稿されていたよ。その2日後の7月31日には飛行甲板の再開に際して、飛行士の皆さん、おはようございます。こちらはあなたの空母です。シートベルトを締め、トレイテーブルを元の位置に戻し、着陸の準備をしてください。フライトデッキは営業中ですという内容で、おそらく映画トップガンマーベリックでトム・クルーズ演じるマーベリックが、ドッグファイトの訓練を部下たちに行うシーンのセリフをパロディ化した投稿をしているくらいなんだ。こんなユーモアのある投稿を受け、あなたがポーツマスに到着するのを楽しみにしています。ぜひ母を連れて行きたいと思っています。ぜひ一度、ベルファストこの穏やかな海を訪れてみてはいかがでしょうか。ここ北アイルランドのファンは、あなたの栄光の姿を見たいと思っていますといった心温まるコメントが寄せられていたらしいな。いずれにしても今回紹介したプリンス・オブ・ウェールズと出雲護衛艦は台湾有事が起きた際には大活躍するだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本における防衛力の要と位置づけられているものの一つが、かつての防衛力整備計画に基づき、昨年2023年3月に実現を果たした潜水艦隊の22隻体制であることは、注目の一致する見解と見て間違いないだろうね。2024年を迎えた今、日本の海上自衛隊の潜水艦隊は古い方から順に親潮型8隻、双竜型12隻、太平型2隻でこの22隻体制を構築しており、これに加えて親潮型2隻を練習潜水艦として保有運用しているぜ。さて今回はカナダ海軍が通常動力型の攻撃型潜水艦の取得を試行中であることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本の海上自衛隊では現在の22隻の潜水艦隊を最新の状態に維持するべく、
三菱重工業者と川崎重工業者の2社が各年で新造の潜水艦を供給しており、これによりその建造能力やインフラの保持も確保されているよ。言うまでもなく日本の海上自衛隊の潜水艦隊は、これまでのところ全てが通常動力型の攻撃型潜水艦によって構成されており、艦首部に装備する6門の533ミリ魚雷発射艦から運用される兵器を主兵装としているよね。こうした状況下、現在の海上自衛隊で実戦配備されている潜水艦の中で最も古い艦級である親潮型であっても、それは2000年3月に就役を果たした3番艦渦潮であり、今年で25年目の艦齢に止められているんだ。海上自衛隊の潜水艦はその全てが通常動力型の攻撃型潜水艦であることは前述した通りだが、機関部の構成はほぼ艦級ごとに改められており、艦級と同様に大きく3種類に分けることができる状態だぜ。まず最古参の親潮型はディーゼル機関と鉛製のバッテリーと発電機を備えるディーゼルエレクトリック方式であり、潜水艦が世界の歴史上海軍戦力として登場した1世紀以上前から続く古典的な構成だな。続く双流型は1番双流から10番艦の双流までの重積が、ディーゼル機関と鉛製のバッテリーと発電機に加え、スターリング機関をも備える。ディーゼルエレクトリック方式で非対機依存推進を実現しているよ。そして双流型の11番艦欧遊12番艦東遊、そして現在最新鋭の太平型では、ディーゼル機関とリチウムイオン製のバッテリーと発電機を備えるディーゼルエレクトリック方式を採用しているぜ。双流型の11番艦欧遊以後のこの機関構成は、世界の通常動力型潜水艦の中でも初めて量産化された方式であり、安全性の面の難点を抱えるとされた、リチウムイオンバッテリーの問題をクリアしたとして注目を浴びているな。通常動力型の攻撃型潜水艦の世界的なトレンドでも、数年前までは何らかの非対機推進を採用することが、マストであった感が強かったが、双流型の11番艦欧遊の就役を、その認識に変化が生じているようにも感じられるぜ。このような海上自衛隊の潜水艦の配備状況の中で、かつて一時期は双流型をオーストラリアのアタック級の後継艦として、初の海外輸出になる可能性が大きく取り沙汰されたこともあったけど、成就はしなかったんだ。この時オーストラリアはフランスのシフラン級攻撃型原子力潜水艦を通常動力仕様に改めたものを採用することを決めたんだけど、ご存知のようにそれはイギリスアメリカとの新たな軍事同盟オーカスの締結によって撤回されたよ。オーストラリアはこのオーカスの締結によって、アメリカのバージニア級攻撃型原子力潜水艦をまず5隻程度調達し、以後はイギリスと同盟名を冠した新規の攻撃型潜水艦オーカス級を建造し取得する方向へと舵を切っているね。こうしたオーカスの動きに伴い、世界の攻撃型潜水艦の市場は日本を含め今後は一気に原子力推進に傾くとの見方も、一部では指摘されたが、高額な建造費や維持費の費用対効果を鑑みれば通常動力型の攻撃型潜水艦の需要は残存しているぜ。具体的には昨年2023年の段階で通常動力型の攻撃型潜水艦の新規取得を計画している国は、ヨーロッパではオランダ、ポーランド、ルーマニア、中東ではエジプト、アジではインド、フィリピン、南米ではアルゼンチンなどが挙げられるな。そして北米では G7 にも名を連ねるカナダがそれを志向しており、インドとこのカナダを除けば、そこまで広い海域を戦場とすることは考えにくい、いわば大陸国が主として費用対効果に優れる、通常動力型の攻撃型潜水艦の調達を志向しているように見えるんだ。インドの場合は広いインド洋と対中国への軍事上の対抗策として、沿岸部の警備警戒に通常動力型の、攻撃型潜水艦を欲していると思われ、その考え方は中国やロシアと似た運用方針であるのではないかと感じられるね。翻ってカナダはその地理的な位置から西に太平洋、東に大西洋、そして北に北極海と広大な海域を守備範囲として抱えているんだけど、共に NATO に加盟する最大の同盟国であるアメリカに隣接していることもあり、比較的に恵まれた安全保障環境下にあるとも言えそうだね。
現在のカナダはかつて1980年代にイギリス海軍が自軍内で最後の通常動力型の攻撃型潜水艦として建造した、アップホルダー級潜水艦4隻を譲り受けてビクトリア級潜水艦と名称を改めて運用しているぜ。この旧アップホルダー級潜水艦、現ビクトリア級潜水艦は、水上排水量2185トン、水中排水量2400トン、全長 70.26 メートル、全幅 7.6 メートルの規模の通常動力型の攻撃型潜水艦で、やはり主兵装は艦首部の6門の533ミリ魚雷発射艦だな。同艦はイギリス海軍においては1990年から1993年にかけて収益を果たしたが、同海軍が潜水艦の推進方式を原子力に一本化する決定を下したことで、1993年から1994年にかけて退役、カナダ海軍では2000年から2004年にかけて再収益を行ったらしい。現ビクトリア級潜水艦はイギリス海軍ではわずかに1から3年ほどしか運用されなかったため、貴重な新古品としてカナダ海軍に受け入れられた形だけど、兵装はカナダ海軍では対艦ミサイルや機雷が除かれ、長魚雷のみで運用されているよ。こうした兵装の省略からもカナダ海軍が現ビクトリア級潜水艦に求めた能力は、純粋な哨戒任務を主としていたことが推察されるが、現時点ではイギリス海軍への収益からは、最大で35年、カナダ海軍でも25年と老朽化が進んでいるんだって。そのためカナダの国防省は CPSP カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトと名付けた検討機関を設置し、現状は2034年に退役を予定している現ビクトリア級潜水艦を代替する方針を進めているみたい。このカナダ国防省の CPSP カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトでは、自国海軍の要求を満たす通常動力型の攻撃型潜水艦の建造可能国をヨーロッパでは、フランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、アジアでは韓国、日本だと明かしているぜ。まず CPSP カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトにおいては、求める潜水艦の使用を通常動力型、長期間の航行能力、北極海での運用、アメリカ製の兵装と戦闘システムへの対応を挙げているらしい。その上で現行のビクトリア級潜水艦は4隻の保有ではあるものの、前述したように、太平洋、大西洋、北極海という海域をカバーする上では最低でも8隻、最大では12隻を調達する意向があることを示唆しているな。すでに報道によれば CPSP カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトは、先に挙げたフランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、韓国、日本とコンタクトしており、韓国や日本に視察に訪れたとも言われているよね。先に挙げた潜水艦の使用、通常動力型、長期間の航行能力、北極海での運用、アメリカ製の兵装と戦闘システムへの対応、という4点を見る限りにおいては、日本の対米型は全て要件に合致するとの見方も出ているな。しかしカナダ側が多くの潜水艦の取得を目指す国の大半がそうであるように、ここで採用する潜水艦の自国内での建造を要件に加える場合、その実績を持つのはフランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、韓国のみとなるみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。